みんなに危険が迫っているよ。僕と君で守ってあげよう。スタートの準備。あれ？誰かがドアをノックしているわ。誰かしら？この子たちは私のお友達。今日はお友達と遊ぶから、知っているお友達だけお家の中に入れましょう。宅急便でーす。ドアを開けてください。やだ、怖いよ。知らない人に連れて行かれちゃうよ。あれ、誰かがドアをノックしているわ。誰かしら。おーい、うさぎちゃんのお友達のアヒルだよ。チェーンを上に上げるとドアが開きます。これは大好きなウサギちゃんへのプレゼントだよ。これからも仲良くしてね。あれ、誰かがドアをノックしているわ。誰かしら。これはママが君に買ってくれたおもちゃだよ。渡したいからドアを開けて。あれ、誰かがドアをノックしているわ。誰かしら。やっほー、うさぎちゃんの大親友のハリネズミが遊びに来たよ。チェーンを上に上げるとドアが開きます。これはうさぎちゃんのために作ったケーキなんだ。一緒に食べよう。あれ、誰かがドアをノックしているわ。誰かしら。やあ、君の学校のお友達のコアラだよ。チェーンを上に上げるとドアが開きます。これは僕の新しいおもちゃなんだ。このおもちゃで一緒に遊ぼう。あれ、誰かがドアをノックしているわ。誰かしら。近所に住んでるおばあちゃんだよ。ママに言われてきたよ。ドアを開けてちょうだい。やだ、怖いよ。知らない人に連れて行かれちゃうよ。ラブール警部のワンポイントアドバイス。氷で怪我を手当てしてあげましょう。1時間ごとに冷やしてあげましょう。1回につき30分です。冷やした後は包帯で巻いてあげましょう。怪我した部分をクッションで高くしてあげましょう。手当てが終わったら怪我の部分をしっかりと休めてくださいね。階段が壊れているので降りるのが危険ですね。階段を直してあげましょう。同じ階段の材料を選びましょう。ワンダフル。まずは釘を置いてみましょう。タイミングを合わせて金槌で打ってみましょう。あともう少しだわ。あともう少しだわ。ラブール警部のワンポイントアドバイス。そこの君、階段でふざけると怪我をしてしまうぞ。怪我をした場合はすぐに応急手当てをしよう。小さい子は手すりを掴んでゆっくり降りるんだわ。
家の中にも危険なところがありますよ。誰が危険なことをしているかな。洗濯機の中に入ってはいけないですよ。閉じ込められたら危険です。洗濯機の蓋も早く閉めてあげましょう。安全ロックをかけてあげましょう。窓から体を出したら危ないです。外に落ちたらとても危険なんです。窓を閉めてあげましょう。窓の鍵を閉めるのを忘れないでください。タンスに登ってはいけないですよ。高いところから落ちたら怪我をします。誰が危ないことを引き出しで遊ぶと危ないですよ。テーブルの角にも気をつけましょう。好きな安全カバーを選びましょう。同じ形の鍵を見つけて引き出しに鍵をかけ、ワンダフル、ワンダフル。ワンダフル。椅子の上に立つのは危ないです。ラブール警部のワンポイントアドバイス。そこの君、お家の中にも危険な場所がたくさんあるんだ。怪我をしないように気をつけて遊ぶんだぞ。特に窓から落ちてしまう事故が多いから、窓の近くで遊ぶのは絶対にやめるんだわ。キャンディーをあげるから一緒にどこかに遊びに行こうか。知らない人にはついていかない。ウサギちゃんが知らない人に話しかけられた。助けて。もう大丈夫、怖がらないで。ラブール警部に任せなさい。待ちな、絶対に逃がさないぞ。大変です、犯人を見失ってしまったようです。一緒に探してください。ゴー。なんてするやつなんだ。あ、また逃げられてしまった。なんてするやつなんだ。あ、また逃げられてしまった。あ、また逃げられてしまった。なんてするやつなんだ。
ってするやつなんだ。ワンダフル、犯人を捕まえたわ。どうやら迷子のようですね。パパやママの電話番号は知っているかな。うん、私知ってるよ。ママの電話番号は6125 4 3。ワンダフル、ママ6125 4 3。ママ、遊園地の入り口にいるよ。迎えに来て。ウサギちゃん、よかった、やっと見つけたわ。ママ、ごめんなさい。お出かけの時はママから絶対離れない。ラブール警部のワンポイントアドバイス。そこの君、一人の時に知らない人がお菓子をあげると話しかけてきても絶対に断るんだ。もしも連れて行かれそうになったら助けてと叫ぶんだわ。子供が運転席で遊んではいけないぞ。とても危ないわ。子供が運転席や助手席に座るのは危険なんだ。この子たちを安全な席に座らせよう。車の中では危ない行動をしないこと。間違っている行動はどれですか？車から降りるときは右、危ない。後ろから自転車が来ているよ。通り過ぎてから降りよう。ワンダフル。車から降りるときは右、左をしっかり確認してからドアを開けよう。ワンダフル。ラブール警部のワンポイントアドバイス。そこの君、車に乗るときはチャイルドシートに座ってシートベルトをしっかりと締めるんだ。君の命を守ってくれるわ。ウサギちゃんを安全に家まで送ってあげよう。スライドして危険を避けて。水たまりは避けて。道路でボール遊びは危険だわ。マンホールが開いています。避けて。歩きスマホは危険だわ。道路でボール遊びは危険だわ。工事中です。気をつけて。マンホールが開いています。避けて。ウサギちゃんのお家はどれかな？やった！お家に着いた！ありがとう！ラブール警部のワンポイントアドバイス。そこの君、歩くときは危険がないか確認することが大切だぞ。安全を意識して自分の身をしっかり守るんだわ。他にも、今日は遊園地へ行こう。みんな、私のそばを離れないで、勝手にどこへ行かないでね。乗客の皆さん、きちんと席に座って、必ずシートベルトを締めてください。バスではちゃんと座り、シートベルトを締めること。車の中では危ない行動をしないこと。間違っている行動はどれですか？窓の外に頭や手を出さないこと。車に乗っているときは窓の外に頭や手を出さないこと。
窓の外に頭や手を出さないこと。窓からゴミを外に捨てないこと。車に乗っているときは窓の外に頭や手を出さないこと。窓の外に頭や手を出さないこと。窓からゴミを外に捨てないこと。バスの窓の外に頭や手を出してはいけない。ラブール警部のワンポイントアドバイス。そこの君、バスに乗るときはしっかり座る。窓から頭や手を出さない。物を外に投げてはいけないぞ。僕と君とのお約束だわ。乗客の皆様、当機は搭乗手続き中です。手荷物と搭乗券をご用意ください。皆様の安全で快適な空の旅をお祈り申し上げます。ベビーバス航空へようこそ。空の旅をお楽しみください。安全のためテーブルを元の位置に戻してください。当機は離陸します。席につきシートベルトを着用してください。手荷物は上部の収納に入れてください。暴風雨に入りました。皆様慌てずに落ち着いてください。当機は暴風域を抜けました。まもなく目的地に到着いたします。ラブール警部のワンポイントアドバイス。そこの君、飛行機に乗るときはシートベルトをしっかり締めて、乗務員の人のお話をよく聞くんだ。緊急時は大人に酸素マスクをつけてもらうわ。キキ、森の火の勢いがどんどん広がっています。早く出動しましょう。ジャンジャンは防火帯を作って火の拡大を止めてね。僕とモモは消火に行く。ショベルカーを運転して防火帯を作り、炎症を防ぎましょう。何かが山道を邪魔しているので早く取り除いてください。土を掘って防火帯を作りました。火の様子を見に行きましょう。キキ、防火帯の準備完了。火の勢いが収まっているうちに消火活動をしよう。消防ヘリコプターに乗って森林火災を止めよう。消火完了。森に行って火が残ってないかを確認しよう。大変だ、樹幹火です。放水して早く消してください。火を切って火が広がらないようにしよう。草が燃えています。ブロワーの風で火を消してください。難燃剤を撒いてまた燃えないようにしよう。キキ、森の火は完全に鎮火しました。森の消防任務完了。ウォーウォー
ラブール警部のワンポイントアドバイス。そこの君、森の中での火遊びは危険だよ。森を火事にしてしまうんだ。もし火事になっているのを発見したら、すぐに安全な場所に逃げて119番に通報だ。自然をみんなで守るんだわ。
困った。台風が来る。防災の準備をしておかなければならない。海岸に戻れ。服の方がライフジャケットを着るのを手伝ってね。海に出るときは必ずライフジャケットを着るようにね。見て、灯台だ。急いで行こう。右へスライドして障害物を避けよう。全速力で前進して。逃げ出さなければ。ふう、これで安心だ。灯台を目指して家に帰る道を探そう。灯台を目指して安全な港を見つけて船を進めて確認しよう。あー、次はこっちだ。見て、安全な港がある。あそこへ行って台風から避難しよう。ようやく安全な港を見つけた。ここに船をつなぎ止めたら安全だ。台風で流されないようにロープで船をつないでおこう。台風が接近してきました。みんな早く避難しましょう。波が高くなるので海には近づかないでください。台風は過ぎ去った。これで安全だよ。パパ、海に行く前は必ず天気予報を見てね。ラブール警部のワンポイントアドバイス。そこの君、台風が来る前は船をしっかり縄につなげるんだ。動かないようにすれば危険を防ぐことができるんだわ。助けて、助けて。キキ、高層ビルの火災が大変で、みんなが困ってます。早く救助しましょう。僕は高層ビルの中に入って住民を助けます。モモは外を回って火をコントロールして協力してください。問題ありません。ビルに入る前にまず救助装備を準備してください。消防用のスコップ。この装備は消防用の斧、ガスマスク、消火器。装備は完璧です。早く救助に向かいましょう。火の勢いが強すぎます。まず放水で火を消そう。大変、まだ火が燃えています。早く消火器で火を消してください。大変だ、火のせいで崩れた。消防用のスコップで移動させよう。心配しないでください。僕が外まで連れて行きます。瓦礫が落ちてきた。消防用の斧で片付けよう。消防士さん、助けに来てくれたんだ。さあ、僕についてきて安全なところへ行きましょう。みんなを救助しました。早く安全なところに連れて行きましょう。はしごと放水を使って火を消そう。キキ、みんなが救助され火災も鎮火しました。救助任務完了。ラブール警部のワンポイントアドバイス。そこの君、家の中でマッチやライターでは遊んではいけないぞ。火事になる危険があるんだ。もし火事になったらタオルなどで口と鼻を覆って外に逃げるんだわ。